寒い朝、一杯のお茶、その温かさが人の心を和ませる。夕食、一碗のご飯、そのぬくもりが家族の今日を温かく暮れさせる。ヘトヘトに汗をかいた後に飲むキンと冷たい水、その冷たさが体にまたエネルギーを満ちさせる。温かいこと、冷たいこと、温度は人にどれだけの安らぎと力をくれるだろう。タイガー。大阪のとある雑貨輸入商で奉公をしていた菊池武則青年の、母さんの入れたような温かいお茶が飲みたい、その思いからタイガー魔法瓶は誕生しました。以来100年近く、その歴史は温かさ、冷たさ、人の気持ちよさのために温度をマネジメントすることの歴史でした。一度のきめ細やかさと、それを保つ堅牢さと。例えば1923年関東大震災、とある商店の倉庫に保管されたタイガーの魔法瓶は、激しい震災にたった一本も破損することがなかったことで名を馳せました。1970年、初の電子炊飯ジャー炊きたて発売。この国の団らんを変えた一台でした。例えば2018年、宇宙ステーション補給機コウノトリ7号機、日本で初めて宇宙実験サンプルを宇宙空間から地上に運んだ回収カプセルの中にも、タイガーの真空断熱技術が生きていました。その精度は4度プラスマイナス2度、そして5日間。温かさと冷たさと、それを守る品質と、それらが人の心と暮らしにくれるものを大切にしたい、団らんを大切にしたい、タイガーの思いはいつまでも変わりません。そして次の100年へ、私たちは何をしていくだろう。温度というかけがえのないものに寄り添って、いつも幸せのそばにいて、ハートは熱く、頭は涼しく、それがタイガーらしさ。100年をホットに、100年をクールに、温かくかっこよく。